はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。レイでございます。そんなわけで、ね、今回もやっていきましょう。はい、なぜかね、こんなところにとある方に連れてこられたわけですけども、その本人どっか行っちゃったっぽいんだよな。あれおかしいな、どこ行ったんだ。たどー、あ、違う、向きが違う。というわけで。いやいや、どうも皆様、うかでございます。向きが違うってなんだよ。 まあいいけども、はい、ということでね、うかくんにこんな島に連れてこられたわけですよ。いやー、いいじゃないですか、このオーシャンビュー。見てくださいよ、これの湾岸。湾岸というか、もう、湾、あの、婉曲ね、婉曲じゃない。さあさあさあ。何な何のために僕はところで連れてこられたの、ここに。そうそうそう、そこが大事だよね。ね、ぜひね、ここは説明しなきゃいけないね。要は、この動画の一番の目的であります。ちょっとここは高いところはいいよ。登れない。よし。ドンと。つまり、今回の目標はだね、ズバリだね。エンダードラゴン討伐ということでございます。ほう、なるほど。エンダードラゴンっていう、実を言うとね、この村人の人たちってこう、やっぱこう、エンダードラゴンっていう化け物がいるわけよ。はい。その化け物にこう、長年苦しめられてたわけよ。こう、農作物を荒らされね。で、それで毎年こう、供物にもう、あの村の若い娘を差し出して、大変だったわけですよ。ほうん。うほうほう。で、俺たちは以前もう一回、もう、世界を救ってるわけだ。そうですね。全面核戦争の危機から救ってますね。そうそうそう。ならば、パラレルワールドであるこの世界もね、救おうじゃないかと、我々この手で。ということで、助っ人として来てもらったのよ、今日は。なるほど。一人でやってろって話なんですいけやどいやね。いや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 。いや、俺はっはきり言っね、て、はっきり言って、だってさっき僕軽くやっただけでもうなんかいきなり連れてこられてるわけですから。俺はね、実を言うとこう、本当に、それはまあ、巷ではね、虎殺しの羽化なんてよく言われてますけども。さすがにエンダードラゴンなんて化け物は俺一人じゃ倒せないと。予備知識ほぼゼロですよ、僕の場いい合。んだよ、いいんだよ。伸びしろ、伸びしろ。育成選手、育成選手。ひでえ話だ。いいんだよ。背番号100番台頑張ろうじゃないの。ということでね。さあ、何をしているんだよ、ちょっと。いきなり荒らすのはやめろよ、ちょっと。ダメですか？もうダ嵐メちゃだよ、早いよ。まあ、ということでね。まあ、最終目的としては、そのエンダードラゴンをぶっ倒すということで、俺たちの手で。はい。まあ、それまではね、まず準備をしていきたいと思うんだけど。はい。まあ、生活に必要なものはいろいろあるんだけど、やっぱりこれ、ほら。もう、見た感じね、この、なんと言いますか。もう、家の、なんでしょう、もう、は、で、とりあえずしばらくこの村がね、我々の拠点になるわけだから。なるほど。つそうまそうそうり、そう。うん。ここを我々の拠点とすると。そうだね。その感じですよ、もう。なんだこの穴は。まあいいや。よ し、まあそ見こなはかったきっことにしと、て。見なかったことにしよう。そうそうそう。排水溝、排水溝。そう。ここをキャンプ地とするってことだね。はっきり言うよ、俺は悪いけど。おお、そうか。言ってしまった言ってしまえ。な。いいよ、いいよ。俺たちがそれに影響を受けてるなんてことはもう、口が裂けても言えないからね。どこぞの旅番組にすごい影響を受けてやっているなんてね、言えないですかそうら。そうそう。個人的にその番組の大ファンだとも言えないしね。そんなことも口が裂けてもそんなことは言えないですそうかそね。うそ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 う。じゃあ、ということでね、やっていきましょうか。早速、まあ、そこら辺の木を切っていこうか。ちもうなみとにりあだ、えずさっきね、ちょっと軽くやったので、ちょっと知識があるんで、その知識だけで頑張っていきますけども。そうだね。だから、まあ、あれでしょう。クラフティングの、だから要は、作業台の作り方と、あとその、それなりの、こう、道具の作り方ぐらいは、大丈夫なんじゃないかなと思いますけど。むしろそれだけだね。まあ、最悪ね、それだけでなんとかなるんだよ、マイクラなんてもんは。まあ、それはね、最悪ここはもう、サバイバルのね、プロフェッショナルの僕にね、を信じてほしいということで。あわよくば、まあ、自分たちで開拓しようよ。その、せっかくね、村長さんにも許可もらってるわけだし、というより村長の座をもらったわけだし、俺が。もらってたの、勝手に。ちょっとね、すいません、こっからちょっと明日から居候させてもらいたいついでに、ちょっと村長の座、空いてるんだったら僕にください、つって。
いやね、ちょうどこの間、その前の村長さんがね、ちょっとよ、こう、行方不明になっちゃったらしくて帰ってこなかったのね。うん、はあ、なるほど。そうそうそう。やれ、エンダードラゴンを倒しに行くってことでいなくなっちゃったらしいからさ。だから、俺たちがそのね、村長を助けに行くのついでに、エンダードラゴンぶっ壊そうじゃねえかと。逆だ。まあいいや。村長を見つけるついでに、エンダードラゴンぶっ倒そうじゃねえかと。うん。うん。そういうことよ。要は。うん。故に、俺が村長だ。言い切ったね。うん。言い切るよ。そうそうそう。なんだったらこの村の名前だってね、ちょっと考えているからな。少し。そうか。ああ。どうしようかってなるとちょっとこれは迷うけど。そうだな。この村か。どうしようかな。名前。やっぱ村長だからね、こう、センスのある名前のがいいよな。どうせやったら。そうね。よし、決めた。ここの村を今から、ね、命名するぞ。うん。この村はやっぱりこう、俺たちにとってね、こう、これからの冒険の中心となっていくわけだよ。そうだね。そうそうそう。中心の村。中村と名付けよう。そうか。そうか。中村か。ここは今日から中村だ。中村か。中村だよ、今日からここは。この耕した土地ね。うん。この上を下手にジャンプとか、あるいは走ったりなんかすると。あっ、うん、あっさ。ん、まあ、別々で作るもいい。別に、一緒に一個作るんでもいいんだけどさ。うん、僕らの居住場所がないじゃん。そうだね。再三言うようだけど、僕ら住むとこないぞ、うん、今。となると必要だね。よし、家を作ろう。やっぱりね、どうせ家を作るからにはこう村長らしい家でもあり、こうオシャンティーな感じがいいからね。せっかくだからさ、さっきのこの動画が始まった時のあのオーシャンビューどうよ。おお。うん、せっかくいい立地してたんだからさ。確かにオーシャンビューはいいかもしれない。でしょ。うん。そのいいかもしれない。オーシャンビューに掘ったて小屋。いいじゃない、おしゃれで。いいね。そうと決まれば建てるぞ。わー、いいね。あ、あそこいいじゃん。ん？ほら、あの橋にさ、ほら、あれ、どこにいる？ど、あ、いたいたいた。いたいた、ほら、この向こうにちょっと、開いた橋、あそこよくない？遠いけどね、村から。岬の小屋みたいな。あ、ちょっと遠いか、村と。いいけど、なんか、まあ、いいんじゃん？別に。ブラックジャックを、彷彿とさせるよね、この。そうだよ。うん。このいいじゃない。岬の先みたいなさ。そう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 、いいじゃない。もうすぐ向こうは海ですよ。ここにするかい？ここにしようか。よし、じゃあ行くぞ、改めて。ここを居住地とする。はい。痛かった。以上。痛かったんだもんね。今黙ってたよ、だから。うん。しかし、こうやって見ると、ワールドもなんか壮大だな、本当に。なんかすごい、まあ、僕今こう整地してるんだけども、うん、奥にね、なんかすごい山みたいなの見えるんだよね。あ、そう。うん。あ、俺今ちょうどね、なんかその岩盤のね、山っぽいところに来て、そこね、飼ってはいるんだよ。なんか狩るってか、うん、なんかね、なんて言うんだろうな、うん、こう輪っかになるっていうかね、そんな感じのところが見えるんだよね。あ、はい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 、なるほどね。輪っかか。それ俺いるな、そこに。うん、なんかね、すごいマグマかなんかがこう流れてる渓谷みたいなところがあるんだよね。うん、そうか。壮大だね。すごいね。遠目に見るとなおさらちょっとなんかこうブロック感がなくてリアルだもんね。すごい、すごい。すごいよ。よいしょ。よいしょ。よし。うん、採掘班一旦戻ります。とりあえずもうちょいで整地が終わるかな。うん。だいぶ広いよ、でもこれ。あ、そう。うん。ちょっと覚悟してこないとな、そしたら。まあ、どんくらいこれを使うかは別としてもね。
かなりいい広さだよ、これは。あら、ちょっと見えてきたけど、これ結構あるね。かなりいい広さだよ、これ。はあ。ちょっとこう、掘り返して、掘りに掘った土でちょっと埋めたりとかしてね。じゃあここに落ちちゃうもん、まんまこうやって。君はもう、ほら、建築担当だから、君がここを拠点とすると言ったので、もう君に全てがかかってる。責任重大だね、なかなか。君が拠点とすると言ってしまったね。君に全てがかかってるよ。いやー、わかんないよ。俺、本当にもう、ブンブンみたいになっても知らないからね、俺。それは良くないんじゃないかな。それ良くないか。さあ、俺は今、間取りでめちゃくちゃ悩んでるぞ。間取りで悩むなよ。いいかそらうとりね。あえず作れよ。囲えよ。中はもう後でいいだろ。そうか、そうか、アウチ！なんだ今、殴られたような。ああ、スケルトン、やばい、やばい、やばい、俺は逃げるぞ。まずい、まずい、まずい。どうしようかな。これいらないか。あ。材料はどうしようかな。おい、てな、な、なにあ、なにあれ、なにあれ。どうした？おい、骸骨が雲に乗っかってくんぞ。何そのちょっとなんか、なんか、ちょっといいな。面白い。おい、なんだよ、暗黒騎士ナイトみたいな。懐かしい。反則だろ、反則だろ、こいつ反則だろ。懐かしいね。だから暗黒騎士ナイトとは。こいつら反則だろ、どう考えたって。そんなチートしてくんじゃねえわよ。そろそろ明るいから敵の一人や。こんな野郎、おこんな野い、郎、こいつあ、これ。ら。よし、やったやった。危ねえ。なんだあのチート野郎。お、ベッドができてる。超雨ざらしになっちゃうから。まあ、まずはね、寝雨床をざら確し保にすなっればちゃういいからわけでさ。すよ。そう。屋根はもうちょっと後になるけどね。まあ、もともとキャンプなんてね、その雨ざらしの中で寝るようなもんだから、ほぼ。まあ、そう。だから家作ろうっつってるんだろ、今。そっか、そうだな、確かに。まあ、でも大丈夫。とりあえずね、そのね、寝ることで、夜をスキップすることができるんだな、実を言うと。なるほど。だからまあ、ないよりかはあった方がいいだろ？そしたら。夜はそう怖いじゃね。ない。なんか道具置いとくとこないのかい？道具はね、そっちチェストボックスを作るんだけども、とりあえず暗くなってきたから一回戻ろう。一旦戻ってさ、寝ようよ、ここのベッドに。そうすれば夜もスキップできるし、リスポーンしてよ、ここに設定できるんだよね、そうすれば。お、枠ができてる。ちょっとなんかぽくなったでしょ。すごいすごい。こっからね、屋根とか作らなきゃいけないから頑張らな骨組みきゃ。ができてる、骨組みが。そう。これでも、お若干野ざらしではなくなったでしょ？ー。いや、まだまだだって、天井野ざらしだもんね。そうなんだよ。雨来たら最悪っていうね。どうだい、寝たかい？寝ましたよ。寝た？おはようございまおはようごす。ざいます。夜スキップでございます。ではね、本日もよろしくお願いいええ、よたろしくしお願まいいたす。しますと。さて、じゃあ俺もちょっと木を狩りに行こうかな。じゃあ行ってとりあえずアカこっシアの板がだいぶできたな。どうしよっかな。ああ、床がアカシアゆかこう。赤、ゆ、そう。じゃあね、色が違うとよくないね。じゃあ正面にしよう。こっち側かい？正面側？ここをアカシアにしよう。で、ここに銅を立ておくつもりだから。じゃ、とりあえず真ん中だけ開けてやっていけばいいかそうい？だね。2段、開けてもらって。さあ。じゃあ、よろしく。はーい。
確かね、紙の原料になるんだったかな？サトウキビは。紙。紙なんだよ。なんでかなってなると俺もわかんねえんだけど、なんで紙だなんだよ。ろう。なんでだろうっていうあ、やか、べえ、やべえ、なんか崩れちゃったちょっと！ やおい、何べえしたんだこよ、おと前。になったお俺のぞ。ぶっ壊したんじゃねえだろうな、家。家のだいぶ遠くだからいいんだけど。うん。崩しちゃったとか何やば、よ。やば、これ、やばくね おい、おやばい、くね何したんだい？やべ、これ絶対やばい、絶対やばいよ、これ。相当やばいことしたな、これ。非常にまずいことになったな。ああ、やべえな。なんまあ、だいいか。よ。ちょっと今のはこれはもうね、しばらくこっちには近寄ってほしくないな。ちょっと今から戻ろうかな、そっち。しばらくこっちには来ない方がいいと思うぞ、い僕やー、は。いたほうがいい。行くぞ、俺は。僕はね、こっちにはしばらく来ない方がいいと思うな。来ないほうがいいというか、来てほしくないの間違いじゃないかな。いや、それはもうね、来ちゃいけないよ。来ちゃいけないんだ。割とマジで来てほしくないやつじゃねえかよ。来てはならないよ、これは。何があったの、そんな。これはまずいね。外やばそうな。てかもう夜か。急いで戻らないと俺。ああ、まあまあ、いいじゃん。これで、よいしょ。シンプルに。おうおうおう、いい感じになってきた。お、来たね。ちゃんとね、ワンルームにしますよ、ちゃんと。もういいじゃないですか。でしょ？どうしようかな。もう一、二ってやってて、こうつなげようかな。ここかな、そしたら。ああ、まあ、なんだかんだ言ってシンプルベストだ。シンプルイズベストだね、これが。いいんじゃないですか？よし。さあ、とりあえずじゃあ、横だけは完成させよう、まず。そうね。じゃあちょっとガラスをもらうよ。どうぞどうぞ。いい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。しかもなんか偶然かなんか知らないけど、二人とも同じなんか広さになったね、部屋が。それ計算してやったんじゃなかったの？ごめん、実を言うと、本当に偶然。おい。本当に偶然、これ。ミスったらどうしようとは思ってた、正直。勘弁してくれ。どうしようかな、じゃあちょっと。なんだこれ。よいしょ。君、外はいいからさ、屋根作りなさいよ、なんそうだね。か。屋根だね。屋根を作ろう。いや、屋根はね、せっかくなんで暗黒の、色を使いたいと思います。暗黒色。暗色のね。暗色、そう。なんか中二っぽくなっちゃったな。ちょっと一言変えるだけで。よし。じゃあ、早速作っていこう。おお、なんかすげえことになってる。すげえ。お、帰ってきたかい？おお、すげえすげえ。ただいま。帰りー。どうだい？夜通し働いちゃったよ、おかげさまで。いやー、屋根っぽい屋根はできただろう？あともうちょっとだから。すごいね。褒めて褒めて。すごいね、これ。ありがとう。あと、そうだな、もうちょっとやれば完成だから。本当にすごすぎてもう、本当に言葉がなくなっちゃって。本当に？ そういうパターンなんだ、意外と。本当に言葉に出なくなっちゃった。本当にすごくて。ありがとう。ちょっと俺想定外の反応だったな、それはなかなかな。どうしようかな。よいしょ、君、死んだのかい？ああ、いや、屋根から落ちちゃったよ。それ、ああ。
仕方ないね。体力1しかなかったんだから。いや、びっくりしたよ。まあ、本当の事故のように足を滑らしたからね。転落事故だね。転落だよ、本当に。よかった。リスポーンが近くて、本当に。寝といてよかったよ。寝るとリスポーン地点が変わるの？そう、ベッドの位置にリスポーンするのよ。へぇー。あ、言ってなかったかな。そうだよ、そうなんだよ。言われてないね。いや、申し訳ないね、そしたら。そうなんだよ。そっかそっか。うん。そりゃ便利だな。そうそうそう。こういう時にね、やってくれるとあれ。よいしょ。持ってきたよ。あ、助かるね。よいしょ。で、置いとくよ。ありがとう。すげえ、なんか空いてる、うん、上あえてね、そう、俺のスタンスのスタンスだから、これがなんか実際あるじゃん、こういう古い家とかさ、うん、なんかそういうちょっと上開けて、それで通気性良くするみたいな、へえ、今回はね、それをね、やってみました。カシアの木、よいしょ、反対側は別にいいかな、なんかむやみに。あ、そっか、その手があったか。窓を作ればいいのか。ガラスは多分いっぱいあるでしょう。ああ、あるある、全然ある。で、それでいこう。だからこうして埋めちゃって。かなり大きな窓になるけど、まあそれぐらいいいよね。なんか大聖堂みたいなさ、ステンドガラス、ああ、悪かねえけど、ちょっと、まあいっか、普通の。あ、やべえ、アカシアの木足りん、結局。ん？あと何個？そうだね。ごめん、気持ち的には割と多めに欲しい。さっきぐらいのでいっか、じゃあ。これ一番下のところはこれ金の遺体置いといた方がいいんじゃないかい？一番下？ほら石むき出しになっちゃってる。あー、ほんとだほんとだ。あー、危ねえ危ねえ。よいしょ。そうだね、ちょうど一個だけ余ってたんだよね。よいしょ。そう、これ俺の足場にしてたんだよな、これ。で、ガラスを、よいしょ。で、ここによいしょ、オッケー。おー、いいね。うん、だいぶ、あー、まあまあ、いいね、いいね。よしよしよし。割とごまかしも効いてそう。まあ、とりあえず、いいよ、うん。もうやっと形になった。ようやく家っぽくなったよ。あとは内装だけども、まあ、うん。とりあえず外装ができたからね、もう。そうだね。ちょっとこの、じゃあこの邪魔なやつ取っ払って。片付けますか？ここら辺を。そう、片付けてちょっと、一応外だけ完成形を見せようか、皆さんに。しかし我ながらかなりめんどくさい足場を組んだものだ。結構大変。うん。石じゃなくてもうちょっと楽なやつでやればよかった。うん。おー、なるほど、なるほど。あー、家っぽいっちゃ家っぽいな、割と。そうだな。はい。はい。ドアを閉めて。はい。はい、じゃあ石返すね。めっちゃ吐いてる。めっちゃ吐いてた。じゃあとりあえず第一形態こんな感じだね。はい、とりあえずできたね、うん、個人的に気に入らないのがちょっとあそこなんだけどね、なんだっけ、最初に作ったあの枠組みがかえって邪魔になってる感があるんだよね、見た目的にさ。上の屋根の部分、ほら、
なんかちょっと、あ、最初枠組みやった感あるから、そこはちょっとうまく埋めるわ。うん、まあ、まずはね、そうだね、こんな感じで。そうだね、まずはこれで。うん、ないよかましな、拠点がちゃんとできたからね。そうだね、じゃあ寝ましょう、夜だし。で、それでお互いの部屋にね、戻って。うい。いや、いいね。ちゃんとあのもう中っていう外と中っていう感じになってるから、あ、いいもんだね、ちゃんと、うんうん、いやーもう全然違うよこれは。家があるのないの、やっぱこう心持ちが違うね。で、僕がずっとやっていたのはこっちだよ。あ、どれどれ。まあ、すでにもうちょっと見えているんだけどね。ほうほうほう、なんだなんだ、畑の方にだね。うん、作業場を作っていたのだよ。作業場、おお、はあ、お、すごい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 、あ、なるほど、アカシアの木で、なるほど、ちゃんと畑仕事用のチェストと、いいね、なんかおしゃれで、このこなる中に、あ、農作物が入ってるわけね。そうです、いいじゃん、おお、なるほどなるほど、あ、ありだねこれ。おかげさまで作業がしやすくなりました。いや、便利だろうね。この中にもう入れりゃいいってなると。便利ですね。いやー、農家にはありがたい。いいもんだね。てか、これよく見たらだけどさ。ん？今気づいたんだけど、この視点から見ると、なんか、入り口がこっち向いてないんだね。向いてないね。知らなかった俺。てっきり向いてるもんだと思ってやってたわ。横の形になっちゃってんの？まずい、まずい。あ、やめろ、バカさせんな、こんなとこで。やめろ、バカバカ、遠くへ寄せろ。まずい、まずい、まずい、まずい。あっち行け、あっち行け、まずい、まずい、まずい。こっち来んな、こっち来んな、危ない、危ない。うー、危ねえ、お前。危ねえ。家壊したら、ほんと怒るからな、俺ここまで作っときながら。危なかった、危なかった。大損害が。大損害、ほんとにシャレにならないからな。よいしょ。とりあえずここ、よいしょ、あ、ミスった、かなりへこんじゃったよ何してんの。いや、とりあえず、はい、こんなもんで、よし。いやー、いいもんだね。いやー、いい感じじゃないですか、うん、そう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 、なかなか上出来じゃない、最初の家にしては。そうですね、でしょ、でしょ、うん。ではでは、皆様、はい、こんな感じで、はい、今回はここまでにして、またこれからしばらくね、ずっと、うん、このこちらの村を起こしていきたいと思います。そうですね、頑張りましょう。はい、では次回へ行きましょうかね行きましょうか、というわけでね、はい、じゃあ明日の動画でお会いしましょう。はい、カレーズでした。次回もお楽しみです、はい、またね、下ったな、またね